はい、皆さんこんばんは、洗面器です。今日もね、晩酌の準備が整いましたので早速晩酌やっていきたいと思います。今日はまた簡単にね、砂肝ポン酢、こちらまた自分で作りました。あとは半額のね、牛タン、買って冷凍庫に入れてあったやつ、そろそろね、食べないとちょっとね、色も悪くなってきそうだったんで、これを焼いてね、これで軽く晩酌やっていきたいと思います。ではどうしようかな。じゃあ先に火つけましょうかね。まずはレザーマンさんのね、フリースタイルっていうマルチツールでね、折りたたみのペンチになってるんでね、ペンチと、新富士バーナーさんのスライド式のね、ガストーチで、100均のミニ鉄板に、これが固形燃料、100均の固形燃料に、ごとくはエスビットさんのね、エスビットさんの、なんだっけ、名前忘れた、すぐ出てこない、エスビットさんのポケットストーブだったかな、ね、固形燃料用のごとく、これで簡単にね、焼いていきたいと思います。ちょっと余熱しといて、でこの間に飲み物、今日はウィルキンソンさんのね、炭酸持ってきました。ちょっとノンアルビールがね、もう切れちゃってて、今日はこれで行ってみたいと思います。もう今日ウイスキーもね、なくて、なんでもうレモンハイですね。あー、ちょっと氷忘れた、氷用意するのちょっと忘れた、ちょっと待ってくださいね、氷がないとね、用意して、でウィルキンソンさんの炭酸を注いで、で、焼酎がこのね、いつものね、大五郎をまた小分けにしてきてるんで、よいしょ、少し注いで、で、ポッカレモンね、よいしょ、ポカレモン、これでレモンハイにしていただきたいと思います。今日は梅酒もないしね、ウイスキーももうほぼない感じで、なんでレモンハイメインになっちゃうと思うんでね。ウィルキンソンさんの炭酸ね、炭酸強めで美味しいんで、こんな感じですね。今日のシュワシュワは冷えてるんであんまりシュワシュワしないのかな。うん、では今日もね、一日皆さんお疲れ様でした。ではお先に失礼してね、いただきたいと思います。じゃあシュワシュワで乾杯、いただきます。さっぱりして美味しい。じゃあどうしよう、あ、椎茸ね、椎茸ちょっとまだこれも食べちゃわないともったいないんで、椎茸も焼いといて、よいしょ、で、牛タンね、半額牛タン、これで、まあ、397円ね。大きいのが2枚と半分ぐらいになってるのが3枚入ってますね。うん、ちょっと定価じゃ高くて買えないんでね、開けます。こんな感じのお肉ですね。大きなお肉、この大きい方ちょっと大きすぎるかな、ちょっと様子見でちっちゃい方のお肉から入れてみようかな。これね、おー、いいじゃないですか。でちょっとクロセのスパイスをかけて、よいしょ、これで焼いていきたいと思います。ではこの間にこのね、砂肝ポン酢自分で作りました。これ砂肝をちょっとスライスして、ボイルしたやつですね。うん、でおネギを乗せて、
これをね、ああ危ない危ない、このポン酢で作ったタレにつけてね、つなぎもはもう安いしね、ほんといいですよね、おつまみに持ってこんだし、こうですね、薬味のおネギとね、こんな感じですね、つなぎもピントが来たかな。じゃあいただきます。うん、おいしい。うん、ポン酢にちょっとラー油入れてね、七味とかも入れて、これがね、よく合う。うん、お肉がもう焼けてきてるな。ちょっとカメラアップにこうしてる余裕ないな。カメラ外してアップにしてまた撮影してって、ね、焼肉やるときはねそういう風にして撮るとねいいんですけど、ちょっと時間ないんでもうひっくり返しちゃいますね。ここで本当はアップにしてねひっくり返すとこうお見せしたいんですけども焦げちゃうんで、お、椎茸もいい感じ。ではじゃあここにね、クロセのスパイスを少しかけて、よいしょ。で、まずはね、おネギ普通にね、おネギを乗せて。乗せるか、このぐらいでいいかな。おお、これでいただきたいと思います。こうですね、じゃあクロセのスパイスにね薬味のおネギでいただきます。うまっ。うん、シンプルだけど美味しい。うん、ではちょっとここにねまたもう一個しいたけ乗っけて、あ、このしいたけも食べられるかな。じゃあちょっとポン酢ね、ポン酢をおネギのところにねちょっとポン酢入れたんで、これでね椎茸いただきたいと思います。これでおネギをこう乗っけてね、これで椎茸いただきます。うんうん、おいしい。シュワシュワ飲んで、おかわり作って、あ、ほんの少しだけねウイスキー残ってるんですけど、どうだろう、これしかないの見えるかな、こんだけちょっと入れてみようかな。
あ、ブラックニッカのねディープブレンド、よいしょ、これだけ足りないな、よいしょ、全然ちょっと足んないですけど、まあ焼酎も入れようかな、これだけじゃ全然足りないや、焼酎も少し足して、これでちょっとねいただきます。うん、ではまたねいつものね野菜サラダ作ってきましたんで、これ小分けにしてねいただきたいと思います。ひっくり返してみようかな、よいしょ、お肉焼けるの早くてね、焼いちゃう、焼き始めちゃうともうすごい、もうあっという間に焼けちゃうんで、ちょっと一枚ちっちゃいの焼いとこうかな、大きいのはちょっとねなかなかもう噛み切るのも大変で、結構肉厚なんですよ意外と牛タン、今回の牛タン、よいしょ、ちょっとじゃあ1枚このちっちゃいのだけ、あ、これ焼いとこうかな、よし、で癖になるうま塩のドレッシングね、利点さんの、今日はね普通のレタス使ってますサラダ。この間ハンバーガー作る時にレタス挟みたくてね、レタス4分の1カットのレタス買ってきて使ったんですけどもね、いっぱい残ってたんで今日はこれでサラダにしました。あ、クロセのスパイスちょっと振っとこう、クロセのスパイスね、よいしょ、わ、しいたけが、サラダいただきます。トマトが下の方に入ってて、よいしょ、トマトね、あー、トマト崩れちゃった、トマトいただきます。うん、おいしい、今日またうちのおばから電話かかってきた、なんかバナナ買ったらしいんですけども、ね、バナナ一房買っても一人で食べきれないんで冷蔵庫に入れといたらなんか黒くなってきたんで、もらいに来てくれって言われて、でまた明日ねバナナもらいに行かなきゃいけなくて、ね、なかなか部屋にね冷蔵庫あるんですけどもね、中古で買ったそこに入れといてみたいなんですけども、なかなか食べきれないですよね、お年寄り一人で一房買ったって。では、あ、椎茸、もう椎茸ちょっと食べて、椎茸ね、うん、うん、あ、おいしい、あ、これもあるんだよね、津軽漬けも持ってきたんですけどもね、 20% オフで安く買えたの、ちょっと忙しくてなかなか食べる暇がないな。じゃあこれもね、牛タンもちょっとポン酢で骨にして、これでね2枚目はこれでいただきたいと思います。ピントが飽きたかな、こんな感じですね、牛タンいただきます。うん、
さっぱりして美味しい。うんうんうん。今日本酒またね、しょっぱり。青森県のね、弘前市の六花酒造さんというところのね、お酒になります。牛タンね、あっさりポン酢でいただいたんで日本酒が合うと思うんですよね。よいしょ。で、日本酒合わせて、ちょっぱり合わせていただきたいと思います。うん、あ、美味しい、合う合う、うん、さっぱりポン酢で食べると日本酒に合いますね。うん、それじゃあまた椎茸乗っけて、牛タンちっちゃいのもう一切れ乗っけて、で、砂地もいくかな。だね。砂地もポン酢。とか、ああ合ってるかな。砂地もね。本当もうね、砂地もあの硬いとこ取ったやつ売ってるんで。それ買ってきて、もうボイルして、あ、それで、ね、買ってきてスライスして、ボイルして、あとネギ刻んで、あとポン酢とかね、お好みの味付けで、もうただいただくだけなんで、もう簡単簡単。もう、お酒のおつまみにすごくね、いいと思います。簡単だし、お母さんね、あのお父さんの晩酌のおつまみね、用意するのね、めんどくさかったらね、これすごくおすすめ。もうね、砂肝も買ってきてね、あのちょっとスライスしてボイルしてね、ちょっと冷まして、あと薬味のおネギと、あとポン酢と、お好みで、あとね、ラー油入れたりニンニク入れたりしてタレ作ってね、食べればいいだけなんで、ほんと簡単なんでね。で、コレステロールとかそういうのも少ないですし、おすすめですよ。お父さんのね、晩酌のつまみに、うん、うん、ではね、動画の尺もだいぶいい感じなんで、あとはね、動画かアニメかなんか見ながら晩酌続きまたやっていきたいと思います。では今日もね、最後までご視聴していただきましてありがとうございました。また明日ね、動画編集してアップしたいと思いますのでね、よろしくお願いします。